おはようございます。2022年5月20日金曜日の朝です。今日の体重は 64.40 でした。体重ブルちゃん 36.9% です。おはよう、アビガちゃん。今日も天気がいいですね。今もうすでに16度もあります。風はそよそよしてるので、すごく過ごしやすい一日になりそうですね。そして昨日頑張ったリコロファームも無事ですね。生き物の侵入もない感じです。なんかでも黒いビニール取ってもいい気がするな。なんか植物に風でベテベテ当たってるから考えます。くるみっこ食べます。今日はですね、いろいろ買い物とか用事済ませたりとかいろいろたくさんありますので、ちょっとこの後ですね、車に乗ってあちこち行きたいと思います。あ、そう、このバッグ持ちました。行ってきます。ウオハン着いた。まずはこちらでお買い物します。今日は弥生軒で朝昼兼用ご飯にします。今日の朝昼兼用ご飯です。ステーキ小銭にしました。ステーキとなんかパスタもついてますね。ちょこっと天ぷら、あとはお魚とかついてます、いろいろ。そしてこれもなんかおひたしっぽいやつ、あえ物ですね。梅の味のっぽいです。あとおつゆともちもちパンに変更しました。食べます。あ、美味しかった。お腹いっぱいになりました。実はですね、今日ちょっとゆっくり起きて8時くらいに起きたんですよね。で、また私やらかしまして、ご飯炊くの忘れちゃったんですよ。で、あー忘れたっていう話になって、で、今日午前中のうちから買い物とかいろいろあったから、もうせっかくだから外早めに出て外で食べようって言って、早めに出ようとしたら今度は洗濯回してて干してから行きたいってなって、それでなんかもうてんやわんやで朝昼兼用ご飯になっちゃいました。あ、でも楽できてよかったです。ケーズレンジに行きます。第一行きます。道の駅花ロード恵庭の横にある八百屋に行きます。スタバ寄ります。スタバでカフェアメリカーノ飲みます。道の駅マオイの丘公園に寄って野菜を買います。道の駅アビラデゴイチステーションも寄ります。帰ってきましたよ。急に雨降ってきちゃってですね、旦那さんの旅行中の洗濯物が雨に濡れちゃったかな。雨に濡れちゃってますね。入ります。久しぶりに牛乳とリンゴ酢でホエプロテインとかゼリープロテイン、カテリチーズですね、作ります。ホエイプロテインとガゼインプロテインできた。今回はこちらのガゼインプロテインカッテージチーズなんですけども、これはお料理に使っちゃいます。こちらのホエイプロテインの方を冷やして運動前などに飲みたいと思います。今3時です。ちょっとですね、買い忘れたものがあったのでデゴイチステーションに行こうと思います。それで、そのついでにですね、気分転換にちょっとウォーキングの方もしていきたいと思います。道の駅アビラデゴイチステーションに着いた。八百屋さんでお買い物します。お買い物終わりました。じゃあですね、ちょっと遠回りしてウォーキングがてらですね、遠回りして帰ろうと思います。菜の花が綺麗です。クローブ寄ります。買い物終わりました。めちゃめちゃさっき雨降ってきたのにすごい天気良くなりました、急に。帰ります。入ってきましたよ。なんかここいいですね。自分で作って我ながら可愛い道ができたと思います。中入ります。今5時半です。実はですね、ウォーキングから帰ってきてからおもむろに外に出てきまして、それでですね、なんだかんだ言って1時間くらいかな、この辺の草取りをしました。結構取れましたね。結構それで体力使ってしまいました、謎に。でもこれからですね、家の中でまだいろいろやらなきゃいけないことがたくさんあるので、これからお家の方に戻ってやりたいと思います。お土産でもらった重慶飯店のパイナップルケーキ食べます。手巻き納豆梅味
食べます。今日の夜ご飯です。今日はグローブで買ってきた焼きイカ、それとこの間作って美味しかったラム肉のスパイス漬け焼いたやつ、サラダは水菜とトマトとカニカマ、こちらは小豆菜と椎茸のおつゆ、そして前に作った混ぜご飯おにぎりにして冷凍しておいたやつ食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今日ちょっとはちゃめちゃなご飯とですね、はちゃめちゃな一日で終わってしまったんですけども、今日はそれは置いといてですね、今日でですね、なんと記念すべき5月20日はこちら、今私が住んでいる北海道の安平町に引っ越してきて丸1年が経ちました。ということは、毎日投稿している食生活 Vlog、 こちらもですね、丸1年毎日投稿することができました。もうこれもそれもですね、全部皆様のおかげだと私は本当に思ってます。まあ最初ですね、5月の20日引っ越してきて投稿を始めまして、6月の頭からちょっと1ヶ月ですね、子宮前全摘の手術のためにいきなり毎日投稿お休みしちゃったっていう経緯はあるんですけれども、その後ですね、お正月を除いてはもう完全に毎日投稿することができました。まあたまにですね、ちょっと公開する時間、いつも予約を朝、毎朝6時に予約をしてるんですけども、日にちを間違っちゃったりとか、時間間違っちゃってですね、ちょっと皆さんにご心配をおかけすることもたびたびありましたけれども、なんだかんだでですね、本当に毎日続けることは一応できましたね。本当ですね、皆さんの、もうがです、なんていうんですか、皆さんが見ていただいてるだけでも、本当に励みになってですね、でもありますよ、毎日ですからね、もう今日は何もできないとか、こんなんじゃ全然つまんない投稿になっちゃうとか、いろいろ考えちゃったりとかしてですね、うーんってか思うこともあるんですけれども、ほんと皆様のコメントとかですね、グッドボタンとか、そういうものに本当に救われてここまでやってこれた感じはあります。まあダイエットの、私のチャンネル一応ダイエットチャンネルなのでですね、結果が出せてるかって言ったら、まあ去年から比べたらですね、減ってはいますけれども、なんか多分私1年で目標体重が一応58キロなんですよね。全然まだ行ってないんですけども、行くと思ってやってたんです。行こうと思ってやってたんですよね。でも全然行かないから、結果が出せてるかって言われたら、そこはちょっとごめんなさいって感じになるんですけれども、でもとにかくこの毎日投稿はですね、皆さん、もう顔も知らないですね、名前も知らない、皆さんとですね、なんか、お友達になれた感覚っていうのかな。なんか私もですね、最初は自分のダイエットの記録として毎日投稿を始めたんですよ。で、毎日投稿することによって、ビシッとこう、自分の気持ちも人に見られてるって思ったら気が引き締まって、ダイエットに結びつくだろうなと思って、まあ、それ、すっごい大きな影響があってですね、おかげさまで三日坊主な私もこうやって続けられてるっていうのはあるんですけども、なんかもうそれ以上にですね、なんか皆さんが見ていただいてるって思うと、なんかこう、たくさんいろんな、日本全国、もしかしたら世界に住んでる方もいるかもしれないんですけども、いろんなところになんかお友達がいて、その人に私の現状報告をしてるみたいな感じ、なんかだから共有してる感じがすごく楽しくなってですね、それで、なんか、なんかこう、世界に広げる友達の輪みたいな感じ、古いけど感じでやってます。なので本当に楽しくですね、何の苦もなく逆に楽しくて毎日投稿して続けることができました。本当にありがとうございます。そうそれで最初はカメラは自分の記録としてこう撮ってたんですよね、どんなの食べてるとか運動してるとかそういうのだけど、今となってはですね、なんかカメ
ラの向こうに友達がいる感覚でおしゃべりしちゃったり、なんか風景を映しても私が見てるんじゃなくてみんなにこれを見せたいみたいな気持ちで撮ったりとかするようになりましたので、自分がなんかあんまりそんなに興味ないことでもこれお話ししといた方が興味持ってくれる方もいるかもしれない、私は知ってるけど知らない人もいるかもしれない、まあ、知ってる方も多いんですけどね、なんかそういう情報共有をしたいっていう気持ちとかもあってですね、なんかこういろいろ調べるようにもなりましたし、コメントいただいたおかげでですね、すごいダイエットの知識とかもすごいつきましたし、自分で調べるきっかけとかにもなってますし、もうとにかく何が何でも本当に皆さんと一緒に作ってきたなんか、ま、毎日の食生活 Vlog っていう、なんていうんですか、チャンネルというかですね、動画を作れてきてるなっていう感覚がすごいあります。本当にありがとうございます。もう見ていただいている方皆さんにですね、この1年間続いたっていう喜びを報告したくて、今日はもう今日1日のことは置いといてですね、こうやってお話をさせていただきました。本当に本当にありがとうございます。これからもですね、続けて頑張っていこうと思います。ちょっと目標体重58キロがですね、もう近いようですっごく遠くにあるんですよね。だからいつになってら行くかわかんないんですけども、なんかちょっと今最近ここ何ヶ月間か停滞期、まあ、リバウンドからの停滞期みたいな感じになっちゃってるんですけど、なんかちょっといまいちスイッチ入んないとこなんですよね。まあ、毎日見ていただいてる方だとわかると思うんですけども。ただ、それも徐々にですね、気持ち入れ替えていって、頑張っていかなきゃなって考えてるのでですね、なんかこう、長い目でですね、一緒にですね、こう、いろいろ、楽しんでいただきながらですね、また今後も引き続きですね、応援していただけると嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでちょっとお話長くなっちゃいましたけれども、今日はこれくらいにしておきたいと思います。本当に本当にですね、毎日見ていただいたり、もう初めましての方もいらっしゃいますかと思うんですけれども、この動画見ていただいて本当にありがとうございます。でもしですね、楽しいな、これからも見てみたいな、何やってたこの人って思っていただいた方はですね、ぜひチャンネル登録ですとか、グッドボタンですとかしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、また長くなっちゃったって言ってからまだ長くなっちゃいましたけれども、これくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。